ヤルト、チグ、今日はなんとドミノピザからポテトラバーに捧ぐ3キロポテトというものが発売されました。最強ドミノ、我々はポタと名乗る男もいるもんですから、やらなきゃいけないなと思って購入してまいりました。それがこっちだ。やばい、横から漏れてきてるんだけど。せーの、じゃじゃーん。マジ、うわー、しなしなになってるし、めっちゃ潰れちゃってるけど、これ踏んづけたのはポタちゃんです。僕はね、やっぱりポタっていう名前はジャガイモが大好きだからついたっていうぐらいの芋ジャンキーなんで、一人でもいけるかなっていうところは。じゃあ私はもうおつまみ程度に食べるね。ええ、それでも大丈夫ですよ。じゃあ早速食べていこうか。今回の議題はオタクってどこからオタクなの。いや、考えたこともなかったな。私の中ではもうアニメが好きな人はオタクっていうもんなのかなって思ってたから。というわけでいただきます。いただきます。えっ、うまっ。カリカリはしてないけど中がねっとりしてる。なんかもともとが結構ジャガイモを残したポテトだからさ、ジャガバター風味の相性が良すぎる。でオタクか。僕多分気づいたらみんな周りがオタクだったっていう。オタクに囲まれてて、あ、これっていわゆるオタクなんだなって。そう、無自覚で。うんうん、私は周りのジャガの子が苦手で、結構気が強い子が多くて、まあ私が言うのもなんだけど結構いろんな人振り回す人が多かったのね。ジャがすげえ苦手だなって思ってて、もともとジャニーズ好きだったんだけど、ジャニーズ好きだなって思ったタイミングと同時にアニメにハマって、完全にアニメしか見なくなって自称してた。私はアニオタだからみたいな。そう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 。ああ、なるほどね。それで派閥ができとってってことか。女子ってそこさ結構厳しいよね。仲良くなれないんだよね。うん、違うジャンルのオタクと。マジタダだよ。僕の学校にも嵐の大野くんガチ勢の人がおって、普通の女子とかが昨日の嵐で撮った番組で大野くんかっこよかったとかって言っとったらめっちゃ怒っとった。うん、私みたいだね。女性オタクって結構独占欲強いな。うん、で誰々担当みたいなのがそれぞれ持ってて。担当？そう、被らないように。でもそれってさ、好きって気持ちはどうしても被るもんじゃない。好きって気持ちはどうしても被るもんじゃない。わかんない。私の周り銀ちゃん好きな子いたら申し訳なかったなとは思わないけど。ああ、そうなのそうなの。でも被った感じはしなかった。うん、偶然にはみんな別れとったみたいな。あ、でも当時ボカロが大ブームだったじゃん。あ、はいはいはい。で、一人鏡に、ね、レン君のガチ恋がいて、で、レンミクのことめちゃくちゃ嫌いで、なんかそれ言う人全員嫌いみたいな。って言ったり、レン君好きっていう人無理みたいな感じで言ってて、他にもレン君好きな子いたけど、レン君も好きだけど、それよりもリボーンのフキン、あー、ひばりさん、そう、が好きだったからそっちのばっかり言ってたけど、でも実は私レン君好きなんだよねって私に言ってて、あ、そうなんだみたいな。あー、なるほどね。のはあった。え、その人たちって自分でオタクとかって言っとるもんだった？あー、なんかさ、中学校ってさ入ってみんな何好きみたいな聞いて友達作るじゃん。で、その時に私アニメ好きなんだけど誰かいるみたいなな感じだったのね。それでアニメ好きがこう輪になってた感じがするから、はいはいはい、別に隠すもんじゃないってゼノはずっと思っとったと。うん、アニメ好きで恥ずかしいってなったら作ってる人かわいそうだよ確かに。ボーダーラインむずいよね、オタクかどうかの。自分がオタクって思われるのが嫌だったらオタクじゃないでいいんじゃないとも思うけど。はいはい。いや、ボダちゃんさ、今日企画だから右で食べていいよ。あ、そうかちょっと待って、右で使いにくいんだろ富山県ってオタク多いのかね。娯楽ないからだよね。あー、それはある。遊ぶところって言っても親に車出してもらわないといけないカラオケ店、それか親に車を出してもらわないといけないショッピングモールだから確かに田舎はオタク多いかもしんないね。オタクの皆さん出身地を教えてください。お願いします漫画とか富山県って次の人形館なんですよ。そう、今もだよ。やばくない？今眠いからさ、もういいやってなってきてんだけど。何いいやってならないで。結構不思議なのさ、オタクと陽キャってなんか対立しがちじゃない？多分ヤマト魂。どういうことよ。源頼朝とさ、平の政宗だっけってさ、どっちが陽キャってやったらさ、源頼朝の陽キャ感やばくない？いや、名前がね、源がさエネルギッシュだからさそうそうそう、陽キャ感すごいよね。だから、かねてから日本では、うん、そういう戦争が行われてきてただけであって、今はそれが分かりやすい指標になってるだけだと思う。なるほどね。前世織田信長だったって知った時どうなるんだろうね。その人が偶然さ前世占いみたいなのしてさ、うん、いや、だって織田信長ですよってなった時に神回だよね。それちょっとそのデータ欲しい。でも誰も信じんよ絶対確かに。俺前世織田信長なんだよねとか言い始めたら、その占い師怪しいゼノプロって結構海外の視聴者さんいるよね。
うん、わかる。他の YouTuber さんのさ、コミュニティのさ、コメント欄とかも結構見るんだけどさ、うん、はいはいはい、うちら割とさ、そこに対してもさ、海外コメント来たりするじゃん、うん、で、しかもそのすごいのが、海外の視聴者さんってうちらがこう、訛り口調で、しかもちょっと早口で省略した喋り方とかするのに、それを理解して自分の言語打ってくるんだよね。この間すごかったよね。そう。この間ツイキャスしてた時に、うん、インドネシアの人からコメント来て、私てっきり海外ぶっとる日本人のおふざけなんかなって思ってた。なんか外国人なりすましみたいなね。そう、なんか本当にそんな簡易的な英語でしか来てなくて喋ってたんだけど、私があまりにも英語力がなさすぎて、その簡易的な英語でさえも理解できなかったのね、うん、そしたらその外国人の方がローマ字で日本語で打ってきたんだよ。言葉が関西弁だったのね。すごいよねあれ。なんでかっていうと服部平次が好きだからな。ただ本当にその人だけじゃなくて、うん、別の視聴者さんもそうなんだよね。そう、その僕が長時間で生配信とかそこでやってる時とかにもうよく来てくれるぐらいに僕らのことをね慕ってくれてる外国人の方がいて、そうそうそう、4万人突破した時とかもおめでとうって、あなたたちはアニメのことをよく楽しそうに語っていてとても素晴らしいですみたいなのを書いてくれてて、その人が別の同じ国の人に教えてくれて、その人も別の言葉でコメントをしてくれてたんだよね。アニメの素晴らしさだよね。だからこそやっぱりアニメを好きで恥ずかしがることはないよね。そうだね、グローバルな文化なの。もっと胸張っていいことだね。なんかうちらに対してさ、敷居高く思ってほしくなくない？コメントするのもおこがましいとかさ、 DM 送って迷惑かけたら申し訳ないからとか言われるけどさ、そんな天の上の存在じゃなくねみたいな。オタク側ね、オタクになんか連絡取っとるだけって思ってくれればいいよね。そうだよ、業務連絡ですよ。そう、でも僕らはなんかそれをね、解散勝手もするから。あ、そうだね。そんぐらいに捉えてくれればいいなって思うけど、うん、ファンレターで 2,30 通届いたんだよね、うん、でその半分ぐらいが同じ人で、最初正直怖かったのね。うちら本当にマイナス思考だからさ、そこまでの手間をかけてくださってて、でしかも1回送るのに84円かかるわけよ、うん、でそんな手間かかってるのに、でも怖かったのね。怒ってたらどうしようって思っちゃったの。でも中身見たら YouTube でコメントするのはちょっと怖くてできないので、手紙送らせてもらいましたって言って、十何枚の手紙全部動画の感想だったの。いや疑ってごめんなさいと思って。僕ら動画アップ前に誘導生配信っていうのやってるんだけど、それもちゃんと見てくれてるみたいで、うん、他にもこういう人もしかしたらいっぱいおるんかもしれんなって思ったら、普段こう接してる視聴者さんたちだけでも結構たくさんの人に応援してもらえとるなって思うに、水面下でもっとたくさんの人に応援してもらえとるんだなって思ったら、底知れぬパワーが湧いてきてる。バイタリティだ、バイタリティだ、ね、結構食べなかった。3分の1ぐらいは食べたよ、うん、確かに。ここだってもうさ、ホタロードできてる。本当だ。美味しいんだけどね。でも終わり見えんちゃ終わり見えんな、確かに。うん、言霊って古来の人の宗教上とか、うん、系で作られたものなのかなって思ってたんだけど、毎日嬉しかったことをツイートするようになってから、うん、悪いことが全然起きなくなった。すげえ。だし私ずっと雨女だと思って、雨女って言ってたのね、うん、その時雨女だったんよ、うん、でも今私晴れ女だ晴れ女だってずっと言ってたら本当に晴れ女になったんだよね。それなんだよ。こいつ何言ってるんってみんな思うかもしれんけど、百発百中の晴れ女。今はね、まあみんな見ることないと思うけど、動画僕たちアップしに行かんなん時とかってあるんだけど、その時雨降っとったぜのその3時間前とかにストレーに向かって晴れますってやっとるからね。そうしたらね、お星様が出てるんだよね。でももともと本当に雨女だったのよ。修学旅行も遠足も、はい、運動会も。それはいつから晴れ女に。去年の9月に歌のイベントで天気の子の曲を2曲歌ったら晴れ女になった。でもこれマジなんで、みんなドン引き。でもほんと言霊ってあるんだよ。だから他人の悪口とか言ってたら悪いもの言ってくれよとかってさ言うじゃん。悪口ってさ言ってたら連鎖してくじゃん。あれ嫌いだよね、わかる、あれも嫌いだしあれも嫌いだね、確かにそこも嫌いだわみたいな。多分褒め言葉もそうだと思うんだよね。言ったら返ってくるんだよね。素敵。私に対してとかはそんなにいないけど、うん、なんか誰かに対してアンチ行動とかもししてる人がいたらやめたら幸せになれると思う。今何かの憂さ晴らしのついでにさそれやってる可能性あるけどさ、絶対やめたら素敵なことに変わるんだよ。
そう、これがね多分響かないんだろうけど、私本当にね中高生の時はなんか悪口で結構友達とつながってて、で今は破綻して誰一人とも仲良くしてないんだけど、今私も仲良くしてる友達眉毛ぐらいしかいないんだけどさ、眉毛とはもう互いにいつも褒め合っとるんだよ。そう、そしたらやっぱ長続きしてるしね。確かに悪口言うのって楽しいしさ、すっきりするじゃん。ストレス発散になるね。自分の思いの丈をさ全部言ってさ、私も毎日さいいこと言おうって思って、どんなに嫌なことあっても絶対に一日の終わりにはいいこと言おうって思ってめっちゃひねり出してクーってなる時もあるんだけど、結局思い出したくないなら言わない方がいいんじゃないかなっていう。と言っとる間はだって嫌だったことを思い出してさ嫌な感情になるわけだし。そう、私本当にさ人の悪口とか言わないようになってからさ、アンチコメントも来なくなったしさ、うん、なんか視聴者さんもいい人ばっかりだしさ、マジで引き寄せの法則なんかなってちょっと思ったりしてる。絶対でもその毎日のつぶやきはプラスに働いてるんだと思うよ。だよね。マジ最近さ怖くない？いいことしかなくて。確かに私はね最近、ま、無意識的にポタちゃんにね植え付けとることがあるんだけど、すごくない？って言ってすごいっていう空気感を作ってるんです。はいはいはい。そうやって自分のモチベーションを保つことってめっちゃ大事だと思うんで、どんなに小さいことに対してもすごくない？っていうことにしてる。いやなんかまんまとさ術中に褒められてるわ。いや最近たまにあるんよ、ちょっと考え事しながら編集してるときに、いやでも最近すごいな僕って思ってしまって幸せに包まれる時があるんです。そうそうそう、グラッとグラッと、うわ擦り込まれてますこれ。なんか私はなんか今まで周りの人たちに人の文句ばっかり言ってマイナスに引っ張ってってしまってたけど、そんな私でも逆のことできるからそうしようと思って今ねやってったらいいでしょ。いい。え、じゃあ今のほらいいでしょ。ああ私も飽きた。どうする？終わるか、うん、というわけで今日のギャルとチー牛談義はオタクってどこからでしたというわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもためになったところがあった気がしたらって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ポテトは美味しく後からちゃんといただきますので、食べ終わり次第ツイッターで報告したいと思いますぜひツイッターのフォローよろしくお願いします。現在4時11分、2ゼロ一挙見スタート。頑張れー。 Amazon プライムの新編集版を見ようと。チーズ屋なんでしょ。チーズ屋ではないだろう。主人公にアリナちゃん状況把握されてるから。俺主人公じゃねえのとかさ、めっちゃなんかアニメの設定ペラペラ喋り出してさ、独り言ずっと言ってる。